人丼演芸館でございます。私が館長の林幸次郎と申します。よろしくお願いします。まあこの年を経るに従ってそのしみじみとね分かってくるようになりました。もみじを歌いながらそんなことを思いたいと思います。歌とアコーディオンは、ピンキーちゃんでございます。どうぞよろしくお願いします。昨日あたりがこのなんか月食ということで、はい、大変に街の中盛り上がっておりまして、うちの子供なんかもね小学生のくせに月食であるとか、天王星であるとかいろんなことを喋っておりまして、私がその説明できないから、苦労したわけでございますけど、天王星までっていうのはすごいですね。で表に出たらね、昨日ちょっと近所のうどん屋さんで食べてたら、表にこのうどん屋さんでお勘定を済まして出たところで、近所のスナックのママがね、こんな美人のスナックのママがいるんですよ。もうそのママがこのスマホを持ってスーッとかけていって飛び出していってちょうどお客さんから言われたんやろね、ちょうど今頃皆既月食やとか言って、でずっとそのスナックのママにですね話しかけた。もうちょっと行ったら向こうの方がよう見えるから教えてくれましたけど、私はそのスナックに行くとは、お店に入ったらお金がかかるんですよ。だから外に出てる時に話しかけるというね、これが私の技でございまして、もういつも信号を渡ったりすると、ああママこんにちはとか言ってねやっておりますけども、中に入ったらちょっとした値段がするわけでございます。そのスナックのママも偉いもんですよ。この期間コロナの期間中ね、お店を休んでいろいろしていますけど、いろいろ算段をして、常連のお客さんというのが、内装業者がおったり、それから、電気屋さんがおったり、いろいろするんで、おじさんが。ほんでそのおじさんって常連のお客さん全部頼んでね、ほんで内装をやってもらって、でカラオケルームまで作って、上の方に別の、ビップルームやよく、まあ、入ったことない、入ったことない。2階がビップルームがあるの。写真だけね、そこで見えるから、で昼間は昼間で、常連のお客さんがみんな集まって、アサヒビールの工場見学にビール飲んだりとか、ああいうね、お楽しみ方があるわけでございますけども、さあ、そんなことよりも、この人道演芸館の歌い手さん、なんとね、NHK の朝ドラで今まで2回ほど歌ったことがある。もうちょっとこの陳年の伴奏で歌ってるから言うて、もうバカにしたらダメですよ。青木美香子さんでございます。どうぞ。はい、今日もまた水玉模様のお召し物でございます。これミニマウスさんみたいな。ミニマウスか。ディズニーランドみたいな。今ディズニーランドはもうこれからクリスマスにかけて、はい、楽しいような感じでございます。はい、その前に11月なんかね、天保山祭りっていうのを出していただくことになりまして、大阪の港、大阪港の天保山祭りで、この方は屋外のステージで、はい、サンミュージックのタレント、お笑いタレントさんの後にお歌いになる。ゲッツの人ですわ。ゲッツの人です。ダンディ坂野って一発屋の方がいらっしゃいませんか。あれはね、いや、そうやね、もう起業し、なんかイメージが良くて、ずっ
と CM に出続けてるで、ね、なるほど、ただの一発屋じゃなくてじゃなかったんです。もう生き残ってるダンディ坂野さん、あの人がまたギャラが高いんですよ。あ、そう、ものすごく高い。もうそれでも天保山祭りに東京から来ていただいて、お客さんバッと集まったところで、はい、青木さんの歌や、そう、ダンディさんの後なので、お客さんがちょっと帰らないように、帰らないように来ていただいたら、ね、頑張っていきたいと思います、ね、1時半からぐらい出演なんです、はい。世界で唯一の珍道の伴奏でお歌をお歌いになる青木美香子さん、1曲目は、天地真理さんの歌でございますね、はい、一人じゃないの、何百人っていらっしゃる、ね、大体300人ぐらいファンクラブ、その方々と縁ができましたので、縁ができまして、天地真理さんのご本人は、はい、最近あんまり歌を歌うの得意じゃなくなって、うん、ファンクラブの集まりには、はい、本人は来るんですけど歌は歌わないで、うん、ほんで映像、昔のコンサート、映像スクリーンコンサートをね、あの時々されてるんで、今度はもう歌の方は青木美香さんと天地真理さんここに座ってて、ほんで歌おうかなという企画が、ね、企画がね、よく盛り上がるから自分たちだけでね、そうですね、はい、天地真理さんの曲を歌って YouTube にアップすると YouTube の検索数が伸びますので今日はまた流させていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、青木美香子さんでございます。今日はよろしくお願いします。はい、今日はね、この1回目のステージは、後悔、後悔さ先に立たずというようなことがあったり、悔いですね、あの時ああしといたらよかったら、いや、あの時こうしといたらよかったとかいろいろ思うんですけども、私の場合は積み重なって積み重なって、現在の年になるわけでございます。普通はそういうことはきれいさっぱり忘れてね、心機一転で暮らすんです。私はずっとそれをね、あの尾を引いて、その代わり、あの時ああだったからこれからそうならないようにしようというね、ことで、日々、新しく生きてるわけでございます。で、まあ、いろんな有名人との関わりもいろいろありました。
もう1970年代の話しました。もうその70年代のそうですね後半から80年、私がねもう悔やんで悔やんでおりますのは、昔ね私が最初に修行した青空宣伝社というところに住み込みに行ったとき、住み込みで働いてその年ですよ、春に入ってその年末にはですね、なんとあの 11PM という番組がございましたね。東京では大橋巨泉さんなんかが司会をして、で大阪の方では藤本義一さんね、でその大阪の制作の時にね、11PM 大賞というのがその年活躍した人選ばれて、もちろん大阪東京含めてです。その時に選ばれたのが、1981年ですけども、六本木の美人コンテストでナンバーワンになってグランプリになった六本木美人というね、名前はねちょっとど忘れしたんですけど、美人なんですけど実は男だったんですよ。これ仕込みじゃないかと思うけど、このおかっぱのお姉さんで、それがなんとそういうニューハーフだったんです。でも六本木美人、これも11PM 大賞で、大阪の方 の, 代表が私でございました。だから六本木美人と私と並んで出たテレビで、東京もうその時東京から六本木美人が現れた、はい、大阪にスタジオに、で私で、大学出てこんな世界入ったというので、評価されて、いろいろ普段の活動もこうビデオと撮って、それをスタジオで見ながら私藤本義一さんと対談をした、はい、すごいですよ。でサントリーがあの、はい、CM スポンサーとかだったりしますから、はい、その時にねサントリーの水割りが置いてあるのテーブルの上に、はい、でそれをね、若くてお金がなかったから、あ、これタダで飲めるわ思ってで一応カメラでこうアップになるんですよ。アップになった時、僕飲んだらパッと切り替わる。というのは視聴者にあんまりガブガブ飲んでるとこ見せると、クレームが来る。でどんどんね、あの酒飲み増やす目的があるんです。だから僕は飲んだらアップがなる。だから置いとけばよかったけど、ずっと僕飲み続けたから僕のアップがキレキレになってしまった。でそれと藤本義一さんとかいろいろね好意を持っていろいろ話しかけるんですけど、私はまだもう緊張して喋れない。しかもねそのスタジオ、読売テレビのスタジオに行くのに何を着ていったかいいかわからないから、その当時の青空宣伝社の社長、元帝国キネマの大部屋俳優、その人にね何を着ていったら、それはやっぱ黒いダブルのスーツぐらい着ていかなかった黒いダブルのスーツはお金がないしね、どうしようかなと思ったら、ちょうど近くの青空宣伝社飛び田遊郭のとこにありました。ちょっと歩いたら、萩の茶三角公園というのがあって、非常にねあの庶民的な街で、そこのところに行ってバラックでいろいろ古着売ってるところがいっぱいあった。そこに行ってダブルのスーツも下がって、そんな冬物のセーターとかいろいろ売ってるとこあったんですよ。それがちょっと試着した、ちょっとダブダブだったんですけど、そのダブルのスーツを買って、それが5000円や上下で、結構でもそこで最高級、あそこで5000円たら真っさらでして大将って言われて、真っさらの誰も来たことないんですよ。それ来て読売テレビどこにあるかわからない、誰もついてくれる人もない、もう一人で電車乗ってダブルのスーツ着てとこ行って、ネクタイだけがちょっとね、あのそこで売ってた100円のネクタイです。もうそういうね気もそぞろでございました。ほんでそれで、うまいこといけなかったから、もう一回名誉挽回したいな思ったら、ちょうど1984年私が独立して初めてすぐの時、まだ天下茶屋に住んでましたけど、またこれ 11PM からお声がかかって、でこれはなんとか大賞じゃなくて、我々のコーナーが15分ぐらい実演もするし、そしてうちの私が林、それからメンバーの小林、川内、それからこの子のお母さんであるマリコさんと4人並んでカウント、でまたそこにまた水割りが出てきた水割り出てきて、もう何喋っていいか分からない、とにかく飲み干したらまたおかわりが来るな調子の手飲んでやってたりと、もう本当に藤本義一さんがいろいろ好意的にね
話しかけていただいて、後でいろいろ見たらね、藤本さんはね、あの当時のいろいろお笑いブームとかいろいろあるけど、俺が若い、もしも若かったら松竹とかもう吉本とか入らずに、もう大道でもってすごい拍手喝采を言えるようなことをやるのになと、それを僕だと思って期待をかけ取ったわけです。それでその時もおしゃべり もう一つで水割りばっかり飲んで、その時は紛争してたの。紛争してたの、一丁羅みたいな衣装着てね、ようあんなんで行ったと思いますけど、その時にレポーターでちょろちょろしてたのが一番ペイペイのタージンさんでございましたね。だからタージンさんとは今でもなんか同期の桜みたいな気持ちでやっておりますけど、まあ、そんなんがあったりね。それから2時のワイドショーって言って昼間の番組、2時のワイプラスアルファやったらどっちか忘れました。とにかくね、桂南光さんが司会して、でもう一人ね、笑福で松葉さんっていうの2人で司会してて、で松葉さんっていうのが後々ちょろっとだけ書学を継いだんかな、ね、お亡くなりになった病気で、病院に行ったり出たり入ったりしているので、久しぶりに病院から出てきて元気なところで、それでは林さん、東西屋さんのね、新野屋さんの見事な工場で、松葉さんの復帰をその迎えてあげてくださいって言われて、何言うていいかわからない。それ番組のオープニングや、番組のオープニングで、それで僕が ますます言ってる間に終わってもそれも一生の悔いでございますね。まあまあ、いろいろあるんでございますけども、あの次はですね、青木美代子さん、今度は渡辺真知子さんの歌でちょっとご機嫌伺います、はい、これが難しいんですよ、僕ほとんど吹けないかもわからない「車で」
あのニューサントリー5というずっとレギュラーで出させていただいているお店が藤本義一さんが名付け親。そう、毎月一回ね、はい、あの曽根崎のお店、はい、あれがもともとサントリー5という一応店があって、はい、その後ニュースニューというね、で義一さんに名前つけてくれると、じゃあ、あのニューサントリーや、ニューサントリーと店があって、はい、今度5階にもう1軒作るから、ここで13、じゃあ5階だけど、5がいいだろ、ニューサントリー5、あんまり考えてないよな、ね、いやでもね、そうやってあれから50年です、52年です、ね、はい、あとあのレギュラーは夜なんですけど、来年の2月はやっとお昼に当番が回ってきまして、昼ジャズ用、日曜日ですかね、祝日になります、天皇誕生日ですね、はい、じゃあの外に出られなくなった、はい、奥さんからあまり夜は出ない、出歩かないよと言われてる中高年のお父様方に、はい、お母様方もお姉様方も皆さんいらしてください。来年のお話ですけども、はい、はい、ということで、はい、渡辺真知子さんの歌、元気よく歌っていきます。ありがとうございます。ありがとうございます。カルテカラオケ大会みたいな。クイーンというのも本当ね、キリがないぐらいあるんですけど、もう一つがね、学生時代にさかのぼると、学生時代ですよ、もう1979年、その時にまあバカな学生はもういろいろね、プロポーズ大作戦だとかラブアタックに出る、僕の友達も出たんです。そうですか。そんなもん、なんであんなもん出るのかなと思って、とか僕は僕で珍道の研究会で、なんとね、ヤング OO っていう番組、ヤング OO で司会が桂三枝さんや、で何わけは分からずに言ったら、もうね、なんとね、僕らがね、オープニングのね、全タレントが出てくるやつを迎えるための音楽で、僕の登場はもうあのあれね、あのヤング王やかどこやかあれ、フェスティバルホールだったか SAB ホールだったか、SAB ホールか、あれのね、後ろ後ろがこう降りてくるわけよ、音を鳴らして、舞台に上がってこう横並びになった桂三枝さん、今の文枝さんが出てきて、まるでサーカスのね、活動写真の弁士みたいな感じで、さあ皆様お次に登場いたしますのでやってくれたんですけどね、その時もね、ですけどね、本当にその時は私はまさかそんな晴れ舞台に出ると思わないから、もう京都は北野の天神さんで買ったような500円ぐらいの着物を着て本当にね、若かったから許されて、若かった、ほんで何か知らないけど尻からげしようと、着物を着て尻からげしたけど、よく考えたら下に何も履いてなかった、本当の本間ものパンツ、そのままSAB ホールの上上がって、ほんで生放送で、その始まる前の打ち合わせ、控室での打ち合わせ、三枝さん、今の文枝さんの部屋に呼ばれて、本読みというのが台本、進行台本、ほんで、進行台本、本読みってどういうことかなというの、僕と文枝さんの間でやり取りが、セリフが書いてある、それをね、僕が果たして言えるのかどうかというのを検査する、ほんで、ボソボソボソ、文枝さんも楽屋では暗かったんですよ、次はね、ボソ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 、僕それにつられて僕もボソボソ言わなかったんだけど、ボソ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 、もう本当にね、あの時はね、大失敗、もうちょっとはつらつと元気にやっとかなきゃ、もうちょっとパリッとした格好して行くべきだったの、本当にもうそれがもう、でもう一つがね、プロになってからも、それも1981年、青空宣伝した時代、なんか知らんけどね、ノックは無用という番組があった、はい、横山ノックと上岡龍太郎さんが司会、土曜日の昼の12時からだったと思いますね、ノックは無用、あれにまた呼ばれた、ところがその日は私は、大阪の生野区の方の桃谷という駅があって、駅から歩いて100メートルぐらいのところに、桃谷グランドサニーというね、食品スーパーの仕事で回ってたよ、おいたらもうスケジュールがいっぱいなんで、いや、なんとか出てください、じゃあもうその仕事をちょっと抜け出していただいて、その分のまた補填をいたしますからと、手引きを、ほんで、もう桃谷のグランドサニーから、仕事、朝の10時からラッパ吹いて、ぐるっと回って、11時過ぎたら、そこからその格好のまま、電車を乗り継いで、もうノックはもうカンテレやないかな、ですね、カンテレまで。この格好のまま行ってた、信じてくれないでしょうけどね、一人でマネージャーも何もなし、あのすいません、ノックホームはどこでしょうかそこは打ち合わせも何もなしで始まったら、呼ばれたらこのひな壇に座るんですよ、
私なんかドキドキしながら途中真ん中辺でもうすでにね新玉道夫さんとか坂田敏夫さんとかもう一人ね女優の人とか呼ばれてたよ。でその後出てあの本日のなんか新人さんとかねなんとかあってね、爽やかさんだとかなんかそれでまたねもう横山のさんとかもちょっと喋ってよう喋らんし、そこでじゃあちょっと自慢のラッパを吹いてみましょう、吹いてもらいましょう。もう吹いてるうちにねその急に言われてこの今まで桃谷のスーパーの宣伝一つはあ、言うと私一人で吹くんですかって吹いてるうちにコマーシャルになったもうあの時もうちょっと準備してね心積もりというのがあるやんか。向こうもうちょっと言ってくれたらよかったね。でそのままその番組が終わったらそのまま電車乗って桃谷のスーパーに行ってさあこんだけテレビ出たからみんな知ってるかなんだ誰も見てない生放送そんなまさかさっきテレビに出てた人が目の前にいるとは見ないの、まあ、思わないし、そういうのもあったのかもしれないけど、まあもう一つは前も話したけどね、松竹映画で宮沢りえさんが主演の映画にちょうど鎮西さんが出てくる、はい、作家の誰やったかな、原作がね浅田次郎さんの原作で宮沢りえが主演でオリオン座からの招待状で、それで生まれて初めて鎮西さんが朝ドラでも何でも主人公の後ろを通り過ぎるというのがよくあるんですけど、台本に私のセリフがあったんです。2ページにわたって宮沢りえと私のやり取りがある。それをね朝の6時から僕ねこのずっと宮沢りえと2人きりで控室で読み合わせをして、私は一体どうしたらいいでしょう、いや心配することはないですよとか言ってねやってたのよ。ほんでもう何回もカメラテストとかやってるうちに、またいろいろ照明を描いたりその植木を描いたりとか、待ち時間がない、たったわずかのシーンですけど手間暇かけて、ほんで待ってる間に暇やから控室で宮沢りえさんにいっぱい雑談をしてしまったんです。お菓子が置いてあってポッキーとか置いてあってポリポリ食べながらなんかバカ話をしてしまって、向こうもある程度はこの相槌を打ってくれたんですけど、さあ本番っていう時になって宮沢りえさんが監督にね、監督このシーンって必要あるんですかって言う必要あるんですかって、それでりえちゃんこのシーンは必要じゃないかもしれないねとか言ってね、それでカットになったと控室で宮沢りえを疲れさせてしまったと。もうその後、まあ音だけは流れました、画像もちょっと流れたけど、でもセリフのやり取りは全部なし。こんなひどいことありませんよ。それからもう一つはね、あるんですよ、映画監督の男はつらいよという映画が松竹映画である。あれを最初の時にシナリオを書いたのが森崎東さんで、監督山田洋次、4作目ぐらいには森崎東さんも監督になったりしてやってるんですけども、その森崎さんから鎮西が出てくる、もう映画を撮るからって言ってね、連絡があって、ほんでいろいろ話をして、もうシナリオもね2冊ぐらいできたけどやっぱボツになったりで、最終的にもう林くんともうじっくりともうリアルな話を織り交ぜて、いわゆるフィクションじゃなしに生々しい鎮西さんのエピソードも入れて作りたいからと、それで伊豆の方に行きました。伊豆の温泉、もう温泉の大作家など違う、温泉を借り切って部屋を借り切って、他に、アシスタントスタッフも数人いて、朝の7時半から朝食食べてからずっとね、この次にこの主人公はどう行動すると思うかね、林くんとかでね、ここでこういうことは実際の仕事でありえるのかね、林くん、すごい1対1とアシスタント、早期係とか、それと実際に脚本をまとめる人とか、ほんでね、途中ご飯食べて、それからちょっとまたお風呂に入って、それから出てきてまたお菓子食べながらやって、大先生の夜、大先生、それ3日間やったんです。3日間大先生相手して、お酒も飲んだけど、とにかくねもうずっと和室で座布団で座りっぱなしで、ほんで大変だったんですけど、そのお昼のちょっとね、お昼過ぎにちょっと風呂でも入って頭を休めようと言って、
言った時に僕がふっと窓を開けたらね、そこの伊豆の温泉のね、保養所、旅館、ペンションみたいなとこなんですけど、パッと見たらね、その露天風呂で若い女性が 3,4 人ね、入ってたの。見えるところにようありましたね。これは窓を開けたらいけない窓を開けてしまったと思って、しかも旅館は旅館でね、そんなところに見えるようなところに窓を作ったらあかんの。ほんでそれでその後僕は気が動転してしまって映画の台本作るどころじゃなくなってしまったもう僕はパッと閉めたんですよ。開けてああかんと思って見たらいけないと思って閉めたんですけど、それからうーん気が動転してそれどころじゃなくなって結局その時の台本もボツになったと、ね、そういうことでございますけども、それでは娘の踊りでございます。昔はダウンタウンブギウガンバンドやって、作曲では山口百恵さんの歌を作ったりとかいろいろされている方、それがねちょうど1980年代のね半ば後半ぐらいですかね、流動組というね宇崎流動さんがバンドを作って、それにねオンデコ座だったか鼓動だったか太鼓井上一郎だったかね、うーんじゃないわ
とにかく林英哲や同じ林英哲さんの和太鼓が入ったねすごいバンドを作って全国ツアーレコードも出してる。そんな時に僕の友達が宇崎竜童の友達でこれから珍論やるにあたってあの宇崎竜童さんにアドバイスをもらったらいいんじゃないかというね。アドバイスでもいいじゃん、俺ちょっと宇崎竜童と関係ないからって言いながらも連れて行かれ、大阪でコンサートある時に梅田の方のホテルに行ってホテルの部屋までわざわざ行って、そこでね、宇崎竜童さん、僕は喋りたくないんですよ。これ林くんでですけど、ちょっとあの珍論やってて、これからなんか、アドバイスお願いします、竜童さんって言って、いや、僕はいいですか、いいですか、関係ないです。向こうはね、あそうか、珍論だ、珍論って面白いよねとか言って、じゃあまずね、子供に受けることから始めたらいいんじゃないのとか言ってね。こんなやってねよ。で、あ、分かりました。子供に受けること考えますって、そのまま部屋出たんですけど、それ、その時からずっと子供どころか、年寄りに受けることばっかりやってます。全然あの、アドバイスを聞いてないわけでございます。でも僕はあの、まだね、高校時代ですかね、あの、高校卒業して浪人してる時かな、あの、パチンコ屋さんで、今と違って BGM が流れる。有線放送で。その時に、まあ、いろんな歌が流れるんですけど印象に残ってるのがその港の陽子横浜横須賀あれがもう何回何曲か後にもう何回も何回港の陽子横浜横須賀で、ね、考えたらねナレーションばっかりの歌ですよ。なんとかなんとかどうした子だったねなんとかかんかったあれ考えると、昔の活動写真の弁士みたいなもんでいやそれはそれで日本の伝統にのっとったような歌だったんじゃないかなと思いながらちょっとね、そのベースギターなるアコーディオンでタララララタンタこれに合わせてアホだらけをというかちょっと会うとこまでね考えても答えられないような決体な相談ばかりや。そうでございますか。まあそういうあと聞いてくださいよ。何ですか今日はまた。まあ私昨日はお月さんが綺麗でしたな。うん綺麗やった綺麗やった、まあ、お月さんが。それでいっぱい引っ掛けて夜プラプラ歩いて外に出ておりましたんや。女一人で外をプラプラ歩いて。そうまた。自分ですが。自分で若い男性に声をかけられようとか思ったんちゃいますか。ちょっとは思いましたがな。まあそんなことしたらいきませんよ。そうですか、はい、まあそれで歩いておりましたら夜店が出ておったんでございます。おお
この皆既月食に合わせて夜店が出てる、なかなか面白いですね。もうね、その服、その夜店の中、星店にね、えらい福福氏大福さんのお着物が出ておったんでございます。お、大福さんということだ、はい、大国さんかな。大福さん、大国さん、大国さん、福福氏大国さん。私が学園にさっき買ってきたのは大福も。そうですか。えらい大福と違います。大国さん、大国さんの彫り物やな。あ、彫り物やな。そういうのが見つかった。はい、ございました。もうこれがえらい福福氏顔で、しかも12銭でございましたよ、ね。12銭。12銭ってどれぐらいかな、わかりますか？今で言ったら100円ぐらいかな。12銭、120円。うどんがいっぱい。ね、三銭なので、うどんが4杯も食べれるような値段の大黒さんですよ。立ち食いうどんで今うどんが180円、4倍したら720円、そのくらいの、えらい安いな。いや うどん4杯分なんか、そらちょっとタコついたな、思いましたがよ。なしかし、これが福々しいからちょっとええわ思って家持って帰りまして、ふと見てみたら、何や、よう見たら、よさりというのはな、もののよしあしがわからんもので、こう見たらちょっとだけ顔が歪んでいるいびつ大国でございました。顔が歪んで、はい、いびつ大国、それはたったのね、そのくらいの値段やからしゃあないわ。それはまあでもこんな買い物してもたら思いまして、ほんでまたふと見たら、その包んであった紙がですね、はばかりのちり紙やったんでございますよ。包んであったか、普通はね、この歯舞台であるとかそういうものでね、はい、くるんであるものや、草、はい、みたいなね、布で、それが、トイレの紙で包んであった。お、今でいうトイレットペーパーです。これはちょっとせっかくの服の大黒さんがちょっとかわいそうやな。ね、本当にもうこの大黒さんがはばかりのちり紙で包まれていても、こんな買い物をしてもた、なんでこんな紙に包まれてちょっと歪んだ大黒さんなのかなと、これがわからんという話。それは私もわかりませんよ。それはもうこんなちり紙なんかでトイレットペーパーなんかにくるもんじゃありませんね。え、ちょっと考えてみます。あ、わかりましたね、これはね。わかった。あ、もうすぐわかりました。これちょっと考えてちょっと考えてわかった。わかりました。これはまあね、昔からね、言いますわな、大黒さんは、あ、はばかりでお尻を拭くの神と。お尻を拭くの神。この服とこの服は違うんだよ、この。ほら。なるほど、間違うなこれ違う。疲れてるのに、もう何が福の神や、本当にね、ちゃんと本当の福の神、青木さんに最後の歌を締めていただきましょう。この最後は、はい、何やったかな、映画音楽で有名な、映画音楽や、これ私苦手な曲や。でも私のお母さん好きだった、はい、昭和3年生まれのお母さんが、墓場という歌です。
はい、1回目のステージは福井をテーマにいたしましたけども、あんまりね元気の出る話題じゃなかったですけど、皆様いかがでございましたでしょうか。それでは、閉幕のお歌は今日はこれでございます。私の青空。大阪ぐらいしか言えないですね。